それはどんだけいろんな人に知ってもらうかになればね、一番いいと思います。いや、だから 僕らのやってることも結局は、なんやオランウータンの保全活動につながることになるし、そうそうそう、それはもうなるんだと思うんで、そういった生態系の保護、うん、もちろん、から温暖化にしてもね、うん、熱帯雨林どん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 ね、伐採したり燃やしたりして、あの温室効果ガスをどんどん出す。でここは一生懸命、舞鶴市市内でもね、あの市役所が温室効果ガスの削減に計画っていうのを策定してるんですよ。でコピーする紙を減らしましょうとか、そんなちっちゃなことやる、やりながらここに発電所を作ってどん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 ここがそこがガスを GHG を出そうなんていうね、魂胆が私はもう行政許せないなというふうに思ったんですよ。そうですね、多分で電力の取り下げができるはずなんですよ、もうすぐ。もなんか今新しく基準ができて、あのこの電力はここから買えますみたいな、そんなのが多分どこやったらソフトバンクとかやってたのかな、沖縄橋とかいっぱいこうつながってる電力、この発電所電力を買いましょうみたいなのができるはずなんでね、え、まあ最悪ここからいいの上のやつを使ってここから買ってみて、うん、全部税金向こうに行きますよとかね、入札みたいな制度がありました。そうそう、なんかそんなのできた、できるはず。一回ニュースであったのが、太陽光の入札は決まったけど、うん、そのパーム油の入札が見送られたっていうのが書いてあって、うん、そういうニュースも見たから、だから最悪買い手つかへんとかあり得るかなと思ったけど、それはなんかフィットの話、フィットの話、フィットの方ね、新しいフィットの方も、それ2回ぐらい落札されへんかったっていう、うん、いや、なんか要は牛肉、和牛の番号、和牛ティーも番号ついてんの、うん、そんな感じで、電気にも番号つけて、あの追っかけるようになってくるっていうのを聞きましたよ、番号、うん、英語とかなんかそんな感じで、なんか分かる、そこは分からへんけど、うん、多分そこはなんか難しいですね、うん、あのネットの技術を使うんやろうけど、うん、中西さん、なんでこんなことをされてるんですか、なんでって言ったら、僕もそれさらやですね、僕最初はあのちょっと経営者とか見ましたけど、もともと NGO やったんですね、はい、で元々はね、最初はどっちかというと異文化理解ってバックパッカーだったんですね、うん、3年ぐらい旅してて、うん、でずっとこう文化人類学っていうのをすごい興味持ってたので、文化人類学者になろうと思って大学行き直したんですけども、うん、でそこでこう言語学をやってて、で卒業するときに、まあ、文化人類学の大学院にどっか海外に行こうと思ってて、だからその教授が、長くなった教授が、まあ、どうすんねんって言ったときに、いや僕は文化人類学やりますって言ってたんですけど、その人が NGO やってたんですね、うん、で勉強もやけど実践やれへんかっつって、でヨルダンっていう国でプロジェクト始めるから、お前こっちプロジェクトマネージャーやってみようかっつって、うん、でヨルダン行って国際協力っていうそこから入って、うん、で3年向こう追って向こうに寄るときに大阪大学から国際協力の講座っていうのがあって、そこの人が結構遊びに来るようになって、で聞いてたらおもろい教授がおるからっつって大学に帰ってきた時に大学に入って、うん、でそこから国際協力を言わせてね、で教授その時に最初僕キューバやろうと思ってたんですけども、うん、キューバ1ヶ月ぐらい行ってちょっと下見して帰ってきた時に教授に呼び出されて、うん、でちょそれがちょうど2004年ですけども、うん、あのサラヤっていう会社がちょっと困っとんだけどお前手伝ってきてくれへんかっつって教授に言われて、うん、社長と教授がね仲良し、うんで、本当はもう砂漠のことずっとやってて、その後やってんのことやろうって言ったら、うん、アジアの話が来たんで、うん、それからアジアは興味あったけど縁がなかったんで、それは、うん、まあ、そういうか、そういうか、話来たし、熱帯雨林のこと全然初めてやったけども、うん、とりあえず、手伝わしてもらいますっつって、うん、で、最初の仕事が、この番組でパート2を作るから、うん、まずそこから一緒に行ってくれっつって、うん
そっからその時15年前からやっと熱帯雨林のことを学びましたね。それも何も知らなかったけど、ボルネも知らなかったし、アブラシも知らなかったですけど、そっからずっとです。もともとは、まあ、ヨルダン砂漠でやってたのも環境関係のプロジェクトやったし、ね、農園のプロジェクトとかしたんですけど、いや向こうはね、年間300日晴天ですよ。で、雨が降るのが年間200ミリですね。だからもう向こうの人は木が1本生えてたらすごい喜ぶんですよ。で、雲がポッと出たらもうすごい喜ぶんですよ。で、もうそいつらの家行ったら赤だったのってもう木がもう自然がブワーッとなって滝が流れてきたりする安そうなのやったんですよ、どこ行ってもね。で、それ3年やった後でボルネオ来たら、やっぱこう、あいつらにとったらパラダイスやな。天国でも木が入ってくるし、けど、まあ、僕がすぐ知らされるのは、いやそれが今なくなりかけてるっていう話だったので、まあ、僕は日本による一般の人よりもやっぱインパクトは大きかったと思いますけどね。うわこれ、ね、砂漠本当に何もないです。水なんか水道流れてくるのって水道週に2回ですからね。流れてこないですよ。で草もほんまに畑やってたけどなかなかね伸びへんし、それがもうほっといてもボーボー生えてくるようなこんすえっつってパラダイスやなって思って、まあそこから徐々に見せられていったわけですよね。一回だけじゃわからないですけどね、やっぱり自然の魅力とかね、やっぱり一回行って勉強して帰ってでまた行ったらまた次の発見があってつってる繰り返してるうちにやっぱりじわじわもうやっぱ熱帯雨林の凄さとか貴重な生物たちの大事さっていう魅力ですね、僕の場合大事さっていう本当に魅力がパッと分かってくるようになって、自分のこと考えたりとか人間のこと考えたりとか、もう本当に心の中考えるのにもやっぱりいろいろヒントになるようなことがいっぱい詰まってるし、もうそうなってきたらね、もう何ですかってこうやめられないっていうか、やめたくないとかずっと変わっていたいな。いやいや、僕らの活動もね、そういう活動家を生むぐらいにね、なっていかへんかったら、多分あかんの、せっかくのきっかけやし、なかなかそんな環境、多分いい場所なんで考えることが多分なかったんで、まあ、それはまあね、静かで、本当に空気もきれいで、いいとこや、にずっといるわけですから、何も環境についてね、認識する必要がなかったんですもんね。ほんまに考えんかったな。やっぱり行くの大事やと、行くのはいいかもしれないし、次に企画するのは気持ちいい。いや、だって僕らのその要は、まあ、ホームページ作ってるんですけど、英語版のサイトをちょこちょこと作ってて、それをやってくれてる方の息子さんが今東京で出たり、フライデーオフューチャーか、あ、ここに参加してるんで、グレタさんとかも団体とか、うん、グレタさんとかも高専から行きはった、高専やめて、高専やめて、そうそう、僕どっちか言うとね、まあ、石田とことかね、あの辺はもう戦う NG をやってるんですよね。で僕なんかもちろんサラヤが始まったっていうのもあるんですけども、その辺はもうなんか生物多様性の魅力で押したいんですよ、僕はね、どっちか言うとね。まあ、こう発電の話になるとここはもちろん社会運動みたいなテイストはきっと出てくると思うんですけども、でないと何ですか、一般の人はやっぱり問題とかややこしいからちょっとそらしたいですよ。でおもろいことやったら食いついてるけどね、どっちか言ったらそっちでこうやっていくのがいいかなと僕は一般の人向けにはね思ってるんですけどね。そうですよね。だから今日のその何だっけ、室井茂さんがナレーションしてたあの映像で、多分まあ私のその西宝寺っていうまあ農村地域のお母さんたちもこの問題結構気にしていて、あのポテトチップスとなんかの象の話って絵本とか結構読んでる人もいたりしてて、でそのさっきの映像の中で多分みんなが響くシーンはいくつかある中で1個は多分あの兄弟の方が。が象 の, その罠にかかって怪我してるのを見て、すごいもう
その苦しみを持って涙してね、うん、で自分の子供のことを思ったらっていう、うん、あの共感力だとは思ったんですよね、うん、特に女性はその辺は響くかなとは思ったんですけど、うん、であの兄弟って何者なんですか。あれ今 WWF ですね。 WWF のゾウのトラッカーですね。ゾウを追いかける専門のやつになってますね。あのバートっていうやつは特にそうですね。ゾウ追いかけるのに関してはもうあいつが一番、あの人が一流ですね。ゾウがもうあいつのこと知ってるので、ね、安心して入れるんですね。兄貴の泣いてた方はもう今何やってるのか別のことですよ。弟がね結構有名なんです。あのイケメンのイケメンだね。イケメンのイケメンだね。あの人こねねねあの人いいね。ありがとうございます。いやもうそこで改変ですね。今日は大丈夫。あいつのね兄貴が、ね、生物局で。あのゾウの担当なんですけど、まあ、そいつに兄貴が全部教えたらしいんですけども、うん、それは今野生生物局で坂東園長がこう金つぎ込んでやってるゾウの保護センターの、まあ、代表をやってますね。兄貴もかっこいいですけどね。あ、いいですね、うん、いいですね、いいですね。結構広まりようですね。めっちゃ大事なんですよ。実は広まりやすい、めっちゃ大事なんですよ、うんうん、まあ、その気持ちはどうあれ、ね、やっぱ知るきっかけとか、なんかいろいろね、サラヤもね、努力はしてて、あの、タギガクリステルなんかも僕は連れてったんですよ。おぉ、僕1週間一緒に横島、今度は自分の話、すごい、ね、本出してくれたら、ちっちゃい生き物だった、生き物からのラブレターっていうね、今、アマゾンで1円で売ってますからね、出してくれたんですね。そんなのをやったりとかね。それでも、あ、だけど、あの彼女はあの団体を作って、なんとかクリステル財団を作ってね。で、そこのプロジェクト3つぐらいあるけど、そのうちの1つはうちのボルネオ保全トラストジャパンを支援するっていうプロジェクトで、今そのゾウのプロジェクトに寄付してくれてますけどね。だからそういうのね、大事やと思う。トモさん誰やったっけ、こいつ、環境省大臣あれ、だからボケさんの方が優秀じゃない